お世話になっております。フォトレッシオでございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はこれです。フィルムの645ですね。はい、最近買いましてまあ、なんでこれ買ったんですか？って話をするとまあ、安かったからなんですね。これ中古で。 25, 円でしたで私はもとも、ね、と 645Z 使ってましたので645のレンズ資産も使えるので、まあ、買ってもいいかなということで買いました、まあ、とりあえず紹介がてらです、ね、この645をです、ね、あのフィルム詰めて写真が撮れるようになるところまで、ね、を今日は、ね、お送りしたいと思います、えー、ではまずはそちらをどうぞはいというわけで早速見ていきましょうか 初代でございます中古でね2万5000円ぐらいだったんですけどこれめちゃくちゃ状態いいんですよおそらくほぼ新品なんじゃないかなと思いますグリップにも使用感全くないですしこれめちゃくちゃ掘り出し物でしたねでおそらくこれは初代モデルですねこのストラップのねこういう金具があるんですけどこれの回り止めがここにピンがついているのが後期これは初代ですね初代というか初期モデルですね多分 はいえー、ということでしゃべりながら撮影の準備をしていきたいと思います。はい、まず電源周りですね、電源はです、ね、バッテリーでございます。よいしょはい、グリップの中にこういうバッテリーケースがついておりまして炭酸電池が6本入るようになっていますで。このバッテリーケーケスがボ、ね、ボロボロになってたりとかする でこのストッパーが効かなかったりとか、えー、するものが多いです。あと6章、ね、6の液漏れでもうベタベタになってたりとかっていうものが多いので、えー、購入の際は気をつけてください,、はい。バッテリーケースがしっかりしたものがいいと思います。でちなみに、このグリップがね、外れるんですよ、初代は。これ、なんで外れるかっていうとですねでこれ、こっちに電源がついてるじゃないですか。よいしょ。よいしょ。こうやって外れます。 でこっちにシャッターボタンと電源が入っているので、これ外すと動かないんですけど、この端子とこの端子をつなぐあのパワーケーブルというのが売ってて、これを、ね、あのリモートでシャッター切れるようにできるというギミックがありました。あと寒冷地とかで撮影するときに、電池を温めながら撮りたいという人は、これをポッケの中に入れたり、これでね、回路でくるんで、ポッケに入れて ケーブルだけ出してシャッター切るとか、まあ、そういうことができました。で、えーと、バッテリーを温めながら撮影できる、なんとかっていうあのバッテリーケースもね、売ってました。はい。多分まだ中古でも探しはあると思うんですけど、まあなかなかね、すごいですね、さすがスーパーフィールドカメラですね。グリップが外れるのは初代だけかな。で、えー、と電池なんですけど、まだですね、もう一個電池、実は入ってまして、ここに内蔵電池があります。 これ,これは別に時計とかはないんですけどフィルムカウンターとか撮影モードの保持に内蔵電池を使用しています。なのでこれをちょっとですねでこれちょっと特殊な開け方じゃないと開かないので僕はこのカニ目レンチで開けますけどこういう感じでね開きました、はい、でこの中入っているのが1220ですね。 はい山陽だよ、山陽 <laughs> これは絶対もう電圧ないですね。ということで、内蔵電池もこう交換しましょう。はいこれ1220です。パナソニックですけど、はい、開封しました。一応、プラスが上ということなので、よいしょこれで大丈夫なはず。で この内蔵電池が切れてると、まあ、その撮影中にバッテリーが切れたときに、フィルムカウンターの表示と実情が合わなくなりますので、まあ、内蔵電池は変えておいた方がいいかなと思います。この電池は、ね、別に特殊な電池じゃなくて、今でも売っている電池ですので、まあ、300円ぐらいなもんなんで、変えてください。で電池の寿命は5年ということでございます。はい。さあ、次、レンズ装着ですね。 レンズは、えー、645マウントでございます、はい。でかい、ミラーでかい。で、いわゆる四で僕は 645Z とか持ってますけど、645Z よりも一回りも二回りも大きい 6×4.5 ですから、めちゃくちゃ広いですね。ミラーのでかさ、分かるかな、これ。恐ろしいミラーのでかさでございます。はい、これ,、ね、れ645マウントなんですけども、使えるレンズは、 ペンタックス645用の FA、FA、DFA が使えます、はい。A だけがマニュアルで、あとはあのオートフォーカス用のレンズでございます。で、まあ、これが FA レンズですね。はい。で、こっちが DFA です。僕、A レンズ持ってないんですよね。645Z で使ってるので、の A のレンズは持ってません。 要はオートフォーカスできませんので、まあ、私はだから 6FA とか DFA で使いますけどこれはねそのオートフォーカスができるようになっている分そのマニュアルの感触はあんまり良くないんですよね FA から A に乗り換える理由もないんで、まあ、これでや,やりますけど今から買うなら特別な理由がないんであれば A レンズでいいと思いますねちょっとつけましょうか これは 75mm のレンズでございます。で、こっちは 55mm。で、レンズはですね、A も FA もレンズ構成は変わんないはずです。まあ、コーティングが違うものももしかするとあるとは思うんですけど、基本的には一緒だと思って大丈夫です。 でそんな中、私が使ったことのあるレンズの中でおすすめなのが、大、ま、体55ミリ、えー、75, 75ミリ、ね、あとは150ミリ、単焦点だとそのぐらいかな、あと120マクロもめちゃくちゃいいです。はい、まあ、単焦点そのあたり押さえておけばいいかなと思います。広角が必要な人は35ミリ買ってください。はい、35ミリもいいレンズです。で望遠はね、300ミリとか400ミリまであります。 でレンズの画質そのものはね、あのちょっと絞り込まないとふわふわするんですけど、あの画質自体はそんなに悪くないですので、で特にフィルムだったら、ガンガン絞り込んでいただいて大丈夫ですから、解説現象とかないですからね、645のフィルムはですね、換算、35ミ、mm、リ換算だと0.62倍してください、×0.6 です、はい。なので、これ75ミ、mm、リですんで、大い,い46.5ミ、mm、リぐらい、45ミ、mm、リぐらいなんですね。 5 5ミリの場合は3 5ミ、mm、リで1 5 0ミ、mm、リの場合は9 0ミ、mm、リみたいな感じになりますいわゆる 645Z とかハッセルのね X1D とか X2D とかの3344のセンサーとはクロップ倍率が違いますでさらに35番とアスペクト比も変わりますので画角の数値だけではちょっと間隔がつかみにくいかなと思いますさらに同じ画角で比べた場合そのボケ量もね1.5から2段分ぐらいの 差が出まますフルサイズとはねめちゃくちゃゃくボケますで個人的には645番の標準レンズは 55mm だと思ってますのでまあ換算 35mm で縦にちょっと伸びるのでちょっとねこう狭めに見えるというか、えー、いわゆる 35mm 版の 35mm とは ちょっとアスペクト比が違うと感覚変わるんで、ちょあとは、ね、実際に覗いてみていただきたいと思いますね。レンズつきましたんで、電源投入してみますね。で、ここで大体の人は慌てます。シャッシャッター切れないってなりますけども、これですね、こいつはフィルム入れてないとシャッター切れないんですよ。でこれはどうすればいいかというと、ですねフィルムバッグを抜くんですね。抜いて、はい、シャッター切れます。 ミラーの動きとか見とくいしょ、はい。こんな感じですね。で巻き上げも自動です、はい。でかいね、いい音がします。このフィルムバッグを抜くか、フィルムペンタックス645のボディ後ろカバーっていうのをつけると、まあシャッターが、カラーシャッターが切れるようになります。じゃあ実際に、ね、フィルム入れてみましょう。はい、フィルムでこれ フィルムバッグ120のフィルムバッグがついてましたで。フィルムバッグ自体は120、220、あと70っいうのがあるんですけど、まあ、70はもうフィルムないです。で220も,もうフィルムどこにも売ってないので、120のフィルムバッグがあるものを買ってください、中古の場合はね、はいで。120のフィルムは15枚取れます。で15枚まで取ると えーまあ、自動巻き上げが開始されるっていう仕様になってるのでこれねフィルムバッグ種類が違うものを使うとちょっとややこしいことになるんで、はい、一応220のでも120通るんですけどフィルムカウンターが31までいっちゃうんですね、まあ、120のフィルムバッグがついてるのを買ってください、まあ、抜くとここにフィルムスプールがついてますでこっちのスプールをまず反対側に移動しますここにフィルムの絵がついてるんですね でこっちにフィルムを入れるんですけど、フィルムの撮影終わると、こっちにスプールが残るんですよ。でこのスプールを再利用しますので、このスプールがついてるものを買ってくださいね。でもし、スプールついてないのがあったら、どっかで手に入れてください。最悪の場合、新品の,あのフィルムを一歩無駄にするということになりますので、で、えー、反対側に、カラースプールを反対側に移します。で、こっちのフィルムが印刷されてる方にフィルムを入れるんですけど、というわけで、フィルム。 パッケージ開けましてでこの巻きをねもう剥がしますこの巻いてるのは全部捨てちゃって大丈夫ですねポイってあの道端に捨てないようにしてくださいねはいこの時にビヤーってビヤーってやっちゃダメね <laughs> このスプールのスプロサーを上げてでベロを引き出してベロが 外側に行くように何、えーね、て言えばいいのこっちのこう巻きで入れてください。ちょっっと待って、ねよいしょはい、でこれで OK でこうしましたらこっちにねつるつるつるっとちょっとちょっとですね押さえながら引き出してくださいそうしないとですね押さえながら引き出さないとこね こっちの巻き取りの時にちょっと甘巻きになって露光しちゃうことがあるんですね、抜いた時に。で、このスプールの隙間に、よいしょ、入れて、もうちょっとかな、はい。で、でちょっと押さえながら、ちょっとね、これを引っ張るように、で、こっち逆回りにならないので、ちょっとこう引っ掛けながらというか、こっちを,押さ,えなこっちを押さえながら巻いてください。で これで、まあ、大体いいかな。はい。で、これで、引っ掛けながら回して、こっちを回していきます。ぎゅっぎゅっぎゅっと。そうするとですね、この赤い線ありますよね、赤い線のところも中小目で、ここに、よいしょ、スタートラインが合わせるようになる。これがスタート位置です。でこの状態で 装着して、蓋を閉めます。これでセットできました。ちゃんとロックをしてくださいね。これでシャッターをピッと押すと自動で巻き取って、ロードしてくれて、このフィルムカウンターが1になっております。これで 撮影準備できましたということですね。で、一応、ISO 感度は、これね、フィルムは160なので、160に変えます。モードを押さえながら、上下ボタン、絞り優先になったり、プログラムオートになったりするということですね。はい、これ絞り優先、これシャッター優先ですね。 シャッター優先の場合は、ここで上下ボタンでシャッター速度が変えられます。はいでえっと、レンズは、ね、これ A1 にしておくのがいいです。おすすめは、ね、A1 で、もう基本プログラムであの撮影するのがおすすめです、個人的には。はい、マニュアルとかもできるんですけど、まあ、ちょっと操作癖あるので。 まあこれでいいいいんじゃないと思まますまずね、これ、一発目やるなら、もうプログラムでまあ露出補正だけで頑張るのがいいかなと思います、その他の詳しいね操作方法は、ペンタの公式からまだダウンロードできますんで、これで撮影準備が整いましたんで、早速、撮影に行ってみたいと思いますはい、いかがだったでしょうか、簡単でしょ。 いろいろとね注意点があるカメラではあるんですけれども基本的にはもう簡単なカメラですあのもう押すだけで撮れますということなのであとはまあちょっとフィルムが高いなとかっていうのはあるんですけれどもねこれから中盤フィルムを始めるのにこれほどいいカメラはねえぞとというわけで、えー、今日はねあのフィルムを詰めて 撮影できる寸前のところまでやってまいりました。次回はですね、これを実際に外に持ち出して写真を撮っていきたいと思いますので、まあ、そちらの方後編はねお待ちください。はい、さようなら。